はい、皆さんこんにちは。聖マリアンナ医科大学呼吸器外科の本間と申します。こちらをご覧の皆さん、充実した外科研修を送りたいと思いませんか？ネガティブな印象を払拭して、外科って面白いんだ、そんなことをお伝えしたいなと思ってこのコンテンツを作りました。このコンテンツの内容は全部で10回になります。皆さんがこれまでの研修や学校の授業では教えてもらえなかった内容をふんだんに盛り込んで作成しています。まず外科研修のちょっと怖さ、そういうのを感じている方もいらっしゃるかと思うんです。そういったものをなくしたい。そして手術で使ういろんな材料から普段の手技までお話ししたいと思います。清潔屋の恐怖心はこれでなくなる、清潔不潔の TPO と題して第1回をお伝えしたいと思います。皆さん、手術室がちょっと嫌だな、そんなこと思っている人いませんか？手術室が嫌になる原因あるある。触ってはいけないところを触って怒られた、これ私自身もあります。居場所がない、自分が一体何をしていいのかわからない、立ちっぱなしが苦痛だった、時間の無駄を感じる、緊張感に耐えられない、まあこういったことよく耳にするんですね。ただ一方でこんな声もあります。役に立てた、チームの一員になった、雰囲気が良かった、楽しかった、どんどん手術室が好きになって外科医を目指す人もいるんです。この違いは一体何なんでしょうか？このコンテンツを通じて原因あるあるを払拭して、ぜひ皆さんにも手術室が好きになってほしいと思っています。手術室が好きになる、手術前、手術中、手術後、どういったことをすればいいのか、どういったことを考えたらいいんでしょうか？こちらは手術室に限らないことですけれども、少しマナーをまず最初にお話ししたいと思います。上級医、指導医との連絡手段を確保すること、遅刻しないこと、患者さんの情報を事前に学習すること、こちらは全ての仕事で共通ですよね。また体調の管理、手術室、時に長い手術もあると思います。前日はきちんと寝る、朝食はしっかり食べる、そういったこともぜひ気をつけてください。手術室に入るとスタッフの人は、皆さんが研修医や学生さんだと一体この人は誰なのかっていうのがちょっとわからないことがあるんですね。したがってここにいてもいい人だよということを分かってもらうということが大事になります。最初は挨拶をする、決められた色の帽子やスクラブを着る、名札を着用するということをまず最初にやってみてください。特に外科研修を始める最初の皆さん、研修医の本間です、よろしくお願いします、この一言言うだけで全く空気変わりますので、ぜひその一歩を踏み出してみてください。手術室のマナーについてお伝えします。患者さんに意識がある場合、全身麻酔前の場合ですね、特に死後を慎むようにしましょう。また清潔不潔の認識、こちらをもう少し深掘りしてお伝えしたいと思います。ルールを知ると居心地は一気に変わります。わからないからやっぱりちょっと怖くなったり嫌になってしまうんですね。わかると全然違ってくるわけです。さあ、これは手術室の一枚です。清潔不潔ゾーンをどうやって見極めているんでしょうか？その前に手術の目的とスタッフの役割を今一度おさらいしてみましょう。手術というのは安全に事前にお話、患者さんにお話しした計画通りの手術を行うことです。そのためにスタッフがたくさんいるんですね。外科医だけでなく麻酔科医、機械出し、外回りの看護師さん、また臨床工学技師や放射線技師、時に薬剤師の方というのも関わってきます。それぞれには持ち場があるんですね。入室後から麻酔導入中の清潔ゾーンが出来上がる、この瞬間は注意が必要になります。清潔なガウンを着用した看護師さんが手術の機械を搬入してきますので、この時には注意が必要ですし、一体どの程度離れたらいいんでしょうか？